味の染み込みがいいようにまずこんにゃくに切り込みを入れていきます。斜めに、だいたい 2,3 ミリぐらいの深さに入れていきます。ちょっと今回細かく入れてますよ。こんな感じです。こういう感じ。そして今度は裏側にも入れるんですけど、今こう入れてるのでそのままひっくり返します。そうすると逆に入っていくので切り離されることもなく切り込みが入ってきます。はい、こちらこっちでこういう感じでここから茹でていきたいと思います。沸騰したお湯の中に切り込みを入れたこんにゃくを入れて3分ぐらい茹でます。茹でることによって無駄な水分を飛ばして味の染み込みを良くしてすること、あと温めることによってあったかいうちに調味料液につけるんですけど味の染み込みも良くなって食感も良くなってアクも取っていきます。そういう効果のために茹でていきます。3分はい、では3分経ちましたのでこんにゃくを揚げていきたいと思います。思った感じプリッとしていますのでそのまま水につけずにザルにあけて水気を切ります。はい、では漬け込み液を作ります。まずコチュジャンです。辛いのが苦手な方はこの半分をお味噌にしてもいいです。ごま油を入れます。あと一度なじませます。はい、なじんだらお砂糖入れます。ちょっと甘みを入れますよ。そしてお醤油で味を引き締めます。しっかりと油とコチュジャンと砂糖醤油が馴染んだら漬け込みだれの完成です。ここからこんにゃくを漬け込んでいきます。でお好みでニンニクが好きな方はここにニンニクたっぷり入れたり生姜入れたりあとごまを入れたり、もっと辛い方が良ければ赤唐辛子、韓国のねキムチを作る時のような唐辛子を入れても美味しくなりますのでお好みでいろいろ加えてみてください。はい、では漬け込んでいきます。保存の容器に先ほどの漬け込みだれを半分ぐらい入れます。そして茹でておいたこんにゃくの水気をしっかりと拭きます。で、この時まだあったかいです。あったかい方が味をね、キュッと吸い込んでくれるので完全に冷めるというよりはちょっとほんのりあったかい状態で作業してください。で切り込みのところにも水分入ってますのでしっかり水気を切ってあげる方が水っぽくならないし日持ちもしていきますからね。こういう感じで水気を取ったらこのまま入れます。でちょっと底のところをこう動かすようにしてこの切った筋目のところにコチュジャンがのタレが入るようにちょっと動かしてあげてください。そして残りのタレを上から入れてまたこの筋目のところに液体が入るようにゴムベラやスプーンなどを使ってなじませていきます。ちょっと筋目にもしっかり入ったなと確認したらこのまま漬け込んでいくんですけど、このまま蓋をすると漬け込みがゆっくりゆっくりなってしまうのでできたらラップを上からぴったりとかけていただいて粗熱が取れたら蓋をして冷蔵庫で2時間ぐらいは漬け込んでください。はい、2時間以上漬けたものです。2時間よりも本当はもっともっと漬ける方がどんどん味が馴染んでいきますので時間に余裕がある方はもっと漬け込んでみてください。ちょっと開けてみます。最初よりもちょっと水分が出てきてソースっぽくなっていると思うんですけど、このまま切ってソースにたっぷりつけて食べるのもよし、このなんとこのつけだれがとても美味しいのでいろいろアイデア浮かびませんか？中華麺にあえたり、あとお豆腐にかけたり、もうご飯にかけても美味しそうだし、豚肉のしゃぶしゃぶ使った時のドレッシングにしてもいいし、ごま油もしっかり入ってますからそのままごドレッシングとしても使えますので無駄なくね全部食べきってください。完成です。